はい、皆さんこんにちは。ということでですね、今日もミミズコンポストについていろいろお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、シマミミズはなんで養殖しやすいのという話をしていきたいと思います。前回の動画ではですね、シマミミズ、コンポストに使えるシマミミズじゃなくてですね、釣りの餌、うなぎの釣りとかの餌によく使われるドバミミズについてお話ししました。あの種類はね、結論から言うと、飼育することがとても難しいですね。ましてやね、養殖をしようってなるとね、なかなか難しいんじゃないかなっていう感じです。詳しくは他のというかね、前回の動画見ていただけると分かるんですけど、いろいろ情報を調べていても、ドバミミズの飼育はかなり難しそうです。それに対してシマミミズは基本的にはね、管理が大変とかいろいろあるとは思うんですけれども、養殖がしやすい、増やしやすいという特性があります。で、今回はね、そういうところについてね、詳しくお話ししていきたいと思います。はい、じゃあいきますね。シマミミズ、まずこんな感じです。前回は偽物の動画貼りましたけど、画像を貼りましたけど、今回はこれ本物のシマミミズです。シマミミズはですね、多分学名はエイセニア・フェティダとかアイセニア・フェティダとか言われてますけど、通称だと英語だとタイガーワームとか、そんな風に言われてるんじゃなかったかなと思います。シマミミズはね、私たちが普通に想像するというか、道端でカピカピになっているやつとか、あとは畑をね掘ったらたまに出てくるやつとよりもちょっと細い感じですね。もちろんね、少し長いやつはいるんですけど、基本的にはね、すごくぶっとくて長くてってやつはあんまりいなくて、しましまがあって細くて長いみたいな感じのミミズです。で、このミミズの特性について少しまたお話をしていきます。で、シマミミズはですね、基本的には巣を作りません。基本的にはというか、巣作ってるの見たことないですね。私コンポストやってて、シマミミズ今 5,000 匹ぐらいいますけど、巣は作ってないというか、私コンポスト内をかき混ぜるのでね、彼らは巣を作ってる暇もないと思いますけど、生態としてもね、基本的には巣を作って生きる種類ではないです。で、土の大体ね、表土付近にいますね。シマミミズじゃないミミズはね、いろんな種類いるんですけど、表土付近とかちょっと深いところとかすごく深いところに行くとかね、いろんな種類いるんですけど、基本的には表土付近、ちょっと湿ったところ、湿った落ち葉の下とかね、なんか一気の板とかがペーンって置いてあったら、そこをはぐったらミミズがいたりとかすると思うんですけど、そういうところにいるのがシマミミズっていう感じです。で、寿命は 3,4 年ぐらいですね。で、これは基本というか、どの個体でも 3,4 年必ず生きるのかとか言われたらそうでもないですし、ましてやミミズコンポストをやろうと思ったらね、不慮の事故で死んでしまうこともね、多々あるので、必ずしも 3,4 年生きるわけじゃないんですけど、基本的に寿命はこのくらいです。で、過密飼育ができます。具体的にどのくらい過密でいけるかというと、1平方メートル。1メートル ×1 メートルの深さ20センチぐらいのところに大体1万匹ぐらいいけるみたいです。だからいいか、具体的な話はやめときましょう。私数字が好きなのでね、ついつい言ってしまいそうになったんですけど、1平米 ×20 センチの深さのところに1万匹ぐらい飼えるっていう感じですね。で、うちで使ってるミミズコンポストのたらいとかはですね、多分直径30センチってことはないか、45センチぐらいあるかもしれませんけど、その中でもね、多分、5,000 匹とか1個のたらいでいけるんじゃないかなと思います。うちのたらいは多分1個 1,000 匹ぐらいですけど、過密飼育が全然大丈夫です。で、生ゴミも食べてくれますって感じですね。で、前回のね、太ミミズと少し比較をしてみると、太ミミズは巣を作ってください。シマミミズは巣作らない。あとはドバミミズ、深いところ、こっちは表土付近、寿命はできない。つまり1年未満と 3,4 年と、過密飼育できるできない、生ゴミ食べる食べないと。これはね、分かりやすく比較するために作ったデータなんで、こんな感じですと。シマミミズの特性、よかったらね、覚えてください。でですね、冒頭でこれ養殖しやすい、増やしやすい種類ですよって申し上げましたが、これについてまた詳しく理由を説明していきます。で、増やしやすい理由としてはまず寿命が長い。フトミミズはね越冬できないから、つまり1年以内に死んでしまうんですけど、シマミミズに関しては3、4年生きられちゃうと。っていうことになると、基本的にはですよ、生体ミミズになったら、ずっと繁殖行動、卵を産んでってできるんです。交尾とね卵を産んでってできるんですけど、1年しか生きない種類と3、4年生きる種類とで考えたらですね、基本的には3、4倍ぐらい繁殖する機会が増えますよね。だから増やしやすい、養殖しやすいと言われています。あとね、成長がとにかく早いですね。物理的にミミズがすぐ大きくなるとかそういうことではなく、ミミズの卵、卵胞から帰ってから3週間ぐらいで、別の相手とね交尾できる体になります。なんで3ヶ月ですね。3ヶ月ぐらいしたら、他の、大人の体になって他の個体と交接ができますと。そうするとね、繁殖力がものすごいんですよ。いろんなデータがあるんですけど、基本的にはねちゃんとやれば3ヶ月ぐらいで2倍とか普通に増えるよって言われてますね。データによってはね1年で600倍になったとか、私が見た最高の値だとそのぐらいかな。1年で600倍から数千倍とか、いろんな本があるんですけど、とにかく繁殖力はすごいですね。で、私も今半年ぐらいやってますけど、自分で捕まえたミミズが多分トータル 1,000 匹もいないとは思うんですけど、全ての箱で今 5,000 匹ぐらいになっているので、半年で言ったら5倍以上ですよね、なってるわけじゃないですか。そしてじゃあこの次の半年で5倍になったとしたら、トータルで5倍5倍の1年間で25倍繁殖してることになりますよね。そうするとね、やっぱり繁殖力すごいんじゃないかなと思います。でだからこそ養殖しやすいってことですね。だから例えば釣りの餌とかで使う、人がいるのであれば、ミミズコンポストのやり方、今回私が上げてる動画たくさんあるので、それを見ていただけると、わざわざね釣りの餌として買わなくてもうちの生ゴミも食べてくれるし、かなり増えてくれるし、釣りの餌にもなるしっていう、メリットがたくさんあるんじゃないかなと思います。余計なこともちょっとねミミズ好きなんで話しすぎてしまいましたが、今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います。シマミミズはなぜ養殖しやすいのというお話でした。結論はめっちゃ増えるからということでおしまいにしたいと思います。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。オープンチャットやコメント欄も開けてますので、皆さんぜひそちらにコメントいただいたり入室していただけると非常に嬉しいです。ということで最後までご覧いただきましてありがとうございます。皆さんも素敵なミミズライフをお過ごしください。お疲れ様です。